私、ガルシコフが不定期にお送りするタールラジオ放送局、ガルシコフの一人ごと、今日も適当に話していきますよ。はい、どうも皆さん。ただいま寝っ転がりながら収録をしております。ガルシコフでございます。早いもので、もう10月も終盤に差し掛かり、もうすぐ11月ですね。あと約2ヶ月もすれば、2011年も終わりです。最近まで暑いと思っていたら、気づいたらあっという間に肌寒い季節となっていて、自分勝手な私としましては、暑いのも寒いのも大嫌いなんで、そのことがとても腹立たしいです。はい、では今日の放送の本題へと入っていきましょう。はい、私今回の放送をもちまして引退させていただきます。同時にガルシコの一人ごと終わりにさせていただきたいと思います。はい、まあそうですね。まあこの、まあ私、まああまり言い訳はしたくないんですけれども、私はですね、この他にもですね、タールとしての仕事がたくさん山ほどありまして、やらねばならないことが、それで、まあそれをやっていくに従って、このガルシコフの独り言を並行していくのはちょっと難しいかなと思い、ここでもう一発、スパンと、はい、やめようと決めました。まあそうですね。このガルシコフの独り言はですね、まあ、2009年でしたっけ、あれ、初回が、から始めて、まあ、だらだらとは、まあ、自分のペースで、まあ、放送してきたんですけれども、はい、まあ、そんな中で、まあ、コメントをくれたりだとかして、私の放送に一時、反応してくれた皆さん、には本当に感謝しております。まあ、こういう放送をする側の人間としましては、そういう反応って本当に嬉しいものなんですよね。まあ、ですから本当に、その皆さんありきのこのガルシコの独り言だったんで、本当に感謝しています。まあ、これからはですね、このガルシコの独り言の経験を、まあ、このタール活動に何かしらで生かして役立てて、まあ、その活動を頑張っていこうと思っているんですけれども、はい、まあ、本当に、まあ無駄なんてものはないですから、この世の中には。まあ、本当にこの経験が、まあどうそのプラスにこう生きていく、いくかっていうことを、まあこのタールにですね。まあそれを今後期待しつつ頑張っていきます。私は。はい。というわけでですね、まあ、タールラジオ放送局の方はですね、まあ現在はダールナイト日本過去仮を放送しているダールの社員たちが盛り上げてくれているんでね、あそこはもう彼らに一任して私はここで身を引きます。はい、では皆さん、また会う日まで、アディオース。あっ